ございます。今日はまた炉の着物に、はい、袋帯ですね、巻いていきます。この袋帯ちょっと長いんですよね、はい、それではねやっていきます。はい、まずですねこの、はい、輪の方がこちら側、はい、それから帯縁がこちら側、はい、こうやってやっていく場合ですね、はい、じゃあこう止めます。はいはい、このまま回していきます。はい、回していきますね。はい、じゃあここで挟んでおきましょう。はい、こうしました。はい、じゃあここですね、はい、ここで、はい、ぐーっとこれを引いていただいて、はい、ここにこうしますね。はい、そしたらこの下を、はい、ここですね、はい、下線で締めます。はい、回していきます。このように回していきました。はい、下線とこちら持って、はい、締めます。はい、こう締めました。はい、ここを押さえます。はい、2枚押さえました。はい、ここで、はい、挟んであるのをピタッと戻して、こちらに、はい、こうしておきます。はい、そうしましたら、ここで、よいしょ、ひっくり返します。ここですね、はい、返します。今回は、仮紐を使います。はい、仮紐、帯の上で仮紐を締めます。いろんなやり方がありますから、ご自分の好きなやり方で、はい、こうして締めておきます。こちらはね、はい、ここで預けておきましょう、ね、はい、預けておきます。はい、そうしましたらここですね、はい、ここに広げます。この時にもう一本仮紐を使ってね、やってもいいんですし、このまま気にせず、はい、このように、はい、太鼓のタレの長さを決めます。はい、ここですね。はい、ここ持ちました。こんな感じですね。はい、ここを持ったら、はい、合わせます。はい、はい、ここで、ここですね。はい、こっから、これ今18センチ長いですから18ぐらい残しましょうね。はい、そうしましたらここで枕を当てます。はい、枕を当てます。はい、はい、この時にこのまんまよっと乗せますね。はい、そしてはい、グッと乗せ、ですね、はい、こちらまた先ほどと同じですね。はい、こう止めます。はい、長さちょっと多めに取っておきましょう、長い帯ですからね。はい、こうしました。はい、そしたら今度はこちらを、はい、止めます。はい、このまんまここですね、このまんま、はい、巻いていきます。先ほどは下で引いたんですけど、今度は、はい、このように、はい、最初はここでこういう風にして、はい、締めておきます。はい、回していきます。あくまでもこの感じね、どうしたらいいかっていうだけですからね。はい、ここで、はい、ここ締めます。よいしょ、はい、ここも締めます。はい、ここですね、ここ、はい、これこちらに
ておきます。ここ中心で留めます。はい、そうしましたらここですね、先ほどこうしてやったんですけれど、今度はですね、はい、こちらをですね、はい、よいしょ、ここに、はい、預けます。三角形に預けましょう。こうですね、はい、そうしましたら今度こちらを、はい、こう折ります。こう折ります。はい、で前で止めておきます。はい、前で止めました。こうですね、はい、そうしましたらここ止まってます。はい、ここで広げます。広げます。そしてからお太鼓を作ります。はい、先ほどと同じですね。はい、ここですね、はい、帯幅と枕の幅っていうと大きくなるので、若干枕の幅の半分ぐらいでいいと思います。ここ持ちます。はい、持ちます。押さえます。はい、このまんま、今度はですね、結んでみましょう。はい、グリップ止めます。結びます。長さがありますから若干長めにしておきましょう。はい、こうですね、このまんま、はい、こちらでこう着てもよろしいし、はい、このまんまこうですね、はい、結びますから、はい、要は帯縁が上に来る、これさえ間違いなければね。はい、それでは巻いていきます。はい、はい、この下線ですね。はい、ここで押さえます。はい、ここ締めます。はい、帯幅ね、ここでね、はい、こう出したね、出したとして、はい、回していきます。はい、そうしましたらですね、はい、下線持って、はい、ここ締めます。はい、ここクリップで、はい、押さえます。はい、こうですね。はい、そうしましたらお太鼓の土台を作ります。はい、こちらで細くします。ね、はい、でここ止めておきましょう。はい、そうしましたらこちらですね、はい、こちらを、はい、この中に、はい、2つに折って、はい、このここ中心になるようにね、こっち引きます。はい、そうしましたらこちらが下ね、下、はい、そしたらこれを、はい、抜きます。はい、こうですね。はい、そしたらここでよっと、はい、斜めに、はい、縛ります。はい、ここ広げます。ここが台になりますね。はい、よいしょ、ここですね。はい、そうしましたら、はい、今度ここがこうきますからね。はい、そしてお太鼓です。はい、お太鼓は一緒ね。はい、こうだいたいこうこんな感じでピッピッピッとこうして、はい、長さ決めたら、はい、枕乗せます。はい、枕乗せます。はい、キュッと、はい、乗せます。はい、
ちょっと簡単に、ね、やっておきます。はい、こうですね。はい、そうしましたらまたここですね。はい、ここはね縛ってあるから、はい、長さがねこういうふうにポコンとこうなってるでしょ。はい、そしたらこれもねこの縛ったところのこの真ん中を持って、そしてなるべく綺麗な三角形ができるようにしましょう。はい、で押さえて土台座にします。はい、こちら引いておきますね。はい、引いてこうきます。はい、はい、そしたらここですね。はい、ここで仮ひもしてもよろしいし、ちょっと長さがありますから若干よいしょ、はい、長さがあって困ったなっていう時はこうやって、はい、でちょっとこう中に入れちゃったいと思ったらこの上まで上げてもいいし、この途中で下ろしてもいいです。ここに15センチあれば帯幅の半分がきますから、はい、こうします。はい、これを上げて、はい、はい、こうします。今ここ短いですよね。はい、短いです。はい、そしたら、はい、どこが短いかなって言ったらここが、こう引いたらここがね短いでしょ。だからこれを押さえながら引きます。よいしょ、はい、こちらもですね、はい、ここ引きます。引いて動いたところね、はい、引いて動いたところ、ここ押さえながら引けばいいですね。はい、押さえながら引きます。はい、はい、そしたら、はい、ここに持ってきます。よいしょ、はい、こう来ました。はい、そうしましたらここですね。はい、縛るとね厚みがちょっと出ますからね。はい、そしてドンってやっちゃった。はい、ここあたくさん余りますからこの中へ、はい、こう入れます。はい、で帯締めをしましょう。はい、帯揚げちゃんとかけてくださいね。はい、今ちょっとこの分かりやすくいろんなやり方をやってます。はい、柔らかい帯なんかはこうやってたらいいと思います。柔らかい帯とかはそのように、はい、こうしてやってください。はい、いろんな形でできるのが可愛いとか素敵ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。